って。いいですね。天草、天草旅。晴れた喧嘩みたいな。いや、ほんと。全然降んないね。ですね。うん、なんなら、ほんと暑い。暑いくらい。全然わからんけど大丈夫。だから家からのしかわかんないってことね。あ、そうです。これはどこが見てて。テレビがあるよ。本当だ。道の駅。ひろこちゃんの運転で天草までやってきましたよ。お昼ご飯これから食べますよ。こちらですよ。こちらこちら。え、すごい悩むんですけど。本当に多分めっちゃメニューがある。うん。海鮮丼かな。こちらメニューになります。こんなにたくさんのメニューがあります。個室いいね。うん、めっちゃいい。もう今日の動画完全まこさんゆうに、はい、委ねて。あ、そうなの、はい、私下手くそなんで、回せない。やだ。まこさんが話してくれるって勝手に思って。え、何見てんのドラマ。え、今ですか。え、それこそ山田涼介の見てます。あ、いいよね。あれやばくないですか。久々にキュンキュンしてる。キュンキュンしたくてリアルタイムで絶対もう気になりすぎて漫画読んだもん。なんかあ、全部じゃないけど無料で見れるのがなんか 2冊くらいまであって、うん、私は合理的ななんちゃらの探偵のやつ、天海祐希のやつと、あとアンノーン、あとドクターチョコレート、あー、はいはいはい、とペンディングトレイン、あ、見てますしっかり見てます。あ、そうでした。じゃあ端の方か、うん、ありがとうございます。すいません、フォークってありますか。フォーク、はい、ございます。まず特選感じます。フォークを1つで大丈夫です。大丈夫です。すごい、やっぱ車エビが本当だ。車エビが来たわ。ぶつ取りしたいね。はい、食レポできんの私は。食レポするの。食べましょう。いただきます。わー、こっち、あれ、熊本って味噌何味噌？白味噌？白ですね。白？そうだよね。え、すごい白い。全然わかんないです。この間、フライングで始めたばかりですか。そうだね。うわ、うん、美味しいじゃん。うまい。美味しいですか。うまっ。美味しいよね。うん、うん。この間ね、私はシレット食べた。うん、いいね、次。じゃあ、うん、美味しい。くさくないのに、ちゃんと美味しいウニが、美味しいって言ってればいいんですよ。満面の笑みで。今のも入ってます。カットで。満面の笑みで美味しいって言えば。いただきます。美味しいって言ってないじゃん。めっちゃ美味しい。うまい。ブリンブリン。ブリンブリンいただきました。え、まこさんが好きな俳優は誰ですか。最近は、はい、鈴木亮平がいる。おー、へえ。昨日 MER の映画見てた。あ、ドラマ見てた。うん。かっこいいですよね。かっこいい。男らしい人が好きなんですか。うん、そうだね。塩っぽい人はあんまり得意じゃないかも。ネタ系のものができる人が好き。硬いやつだけじゃなくてさ、なんか小栗旬とかも好きだしさ。うん、うん、めっちゃおはび、めっちゃおはび、やばい、めっちゃおはび。いや、なんかそういうのもやってみたいんだよね。ドッキリじゃないけどさ、あ、みたいなたこ焼きとかありますよね。うん、なんかゲームみたいなのやりたい。楽しそう。テレビ好きだからテレビ番組みたいなことすごいしたい。例えば早押しクイズ。あ、ピコンって楽しそう、楽しそう、ね、絶対楽しそう。
でもバカが割れる。歴史なんかちゃんとしたやつ出されたら私も無理ですね。でも私もっとバカです。あの小学5年生より賢いのってあるじゃん、うんうん、でもあれから、うんうん、多分出したらやばい気がする。さやかちゃんが問題を出して、え、本当に頭悪いですか？悪い。とか言って、いや、マジで悪いよ。そもそも中学校の記憶がないじゃん、あんまり。もうもはや勉強の ないです高校は私工業だから、その普通科の勉強はしてこないんだよね。専門のさ、情報処理に近いのを勉強してたから、もう世の中の勉強は中学校で止まってんのよね。じゃあいい勝負かもですね、うん、なんかだからドリルとかやろうよ。5年生のドリルとか。でも分数はむずいよ。こんなあって将来何の役に立つんだろうって思う。でもスポーツ推薦ならなおさらなんだよね。一級ノート書いてるから。社会とか理科。社会マジやばいです。社会のテストで、うん、あの答えで、うん、フランシスコ・ザビエルって書かないといけないところを、うん、デッサン・フランシスコ・ザビエル。で、罰なんですよ。で、中学校の時答え合わせするじゃないですか、うん、言わんでけばいいのに、え、なんで合っとるじゃんみたいな、え、なんで罰みたいな感じで言って、みんなにあの晒しまってマジバカだなって思いました。新回答を求めるには、うんうん、ボードで一緒に出した方がいいのか。今日ホワイトボード新回答しかない爆笑必須の回答。てか今更だけどさ、左の小指ないんだね。え、はい、知らない。そうなんですよ、気づかれないんですよ。確かにこうだからまあ分かんない、ね、そうそう、この角度でやっと分かったって感じ、うん、こっちに座んないと多分分かんないね。でもリハの時とかグローブする時に小指すごい柔らかいのね。どうした？後でかな、乗り移った時にクッションから出てくることない？落としたもの。あります。めっちゃあります。あるよね。めっちゃあります。一人の時いいけど、誰か撮る時まではずい。いや、すごいあるよ。こうね、タクシー乗り移った瞬間さ、ネギがクッションに残ってる時とかさ、あ、さっきのネギだみたいな。ここにいたかって思って。だから間探すようにしてんのにさ、いないんだよね、その時。どうやって中に入り込むのみたいな。翔子ちゃんのどんくさい姿を見たいね、いっぱいね。どんくさい姿、私は多分結構見てるから。視聴者側からするとやっぱイメージはテンション低い、なんかおしとやか、うん、まあそれは通常で、まあ、そう、卓球のイメージがあるからスポーツできる人なんだな。で、まあ全然関係ないけどやっぱり頭良さそうに見える、うん、素敵そうですね。そこを、はい、なんかちょっとひっくり返していきたいんだけど、別に出してないわけじゃないやっぱ違うのかな。初めて喋った時にな、こんなに喋る人なんだなと思った。喋れます？映像で見てるイメージがある。そうなんだ。映像めっちゃ頑張って話してるけど。ですね。なんかスイッチ入ると結構喋るんだなっていうのが、確かにギャップで毒舌でしょ。はい、めっちゃ毒舌。動画毒舌じゃないじゃん、あんまり。確かに。強制的なデート企画とかやってほしいんだよね。でもそれなんか話しましたよね、デートそうみたいな。私も考えてるけど、全く車椅子と関わったことがない男の人を友達の友達から紹介してもらって、プランは私というか、まあ、その日に集合してお出かけしましょうねっていうのをやってみて、まあ、一つは初めてのその車椅子女子と関わった人の感想、はい、本当に面倒くさいと思ったのか、別に意外と何も気にならないのかみたいなのを気になってね、やりたいなっていうのと、ただ単にデートしたいっていうのを。それやりましょう。ほら、一人でそれをやるってなったらちょっとなんかこっぱずかしいじゃないですか。ダブルデート。いやいや、だけお互いの二人のチャンネルの企画でやりますみたいな。あ、
それぞれめっちゃ逃げてるの撮っとるけど例えば私の知り合いの男子の関わったことない男子をしょうこちゃんに、しょうこちゃんの友達の男子の関わったことない男子を私に、はい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 、はい、新たな出会いが、ああなるほどね、タイガでもいいですよ、タイガわかんないよ、本人とやりたいね、そういうの私にもやってほしい、ご本人登場、めっちゃいい人そう、鈴木亮平ね、うん、そう、うん、私